フライトジャケット塾開講です。バズリクソンズ亀田です。よろしくお願いします。ますこれからあのものによってはシーズンオフ。はいはい。例えばこういう松島さんが来ている B6 とか。そうですね。はい。だんだん気温も暖かくなってきましたんでね。機会は減るでしょうね。はい。えー、というところで今日はメンテナンス。はいはい。まあ収納方法とか。ちょうどね今衣替えの時期にもなってきてますから。はい。これは僕も。 すごく興味があります。はいはい。じゃあまずレザージャケットからいきましょうか。えっと一番かレザージャケットに対して大敵なのははいカビはい湿気湿気それから皮の硬化皮が硬くなってしまうあははははははこの三つを避けていただければ長持ちするいつもベストコンディションで。あとはまあ細かいところでこういうリブとかはいはいはい防虫剤ですよねこれ経験あります私もあのウール100なので。 虫食いが発生してしまうんですね最初のカビといった部分ではハンガーにかけて収納されると思うんですけどこんなふうに防湿剤ははいい使ってますよ湿気取りこれを一緒に下げていただきますと大体ほぼ大丈夫お手軽でいいですねそれそうですねそれからですねバスタオルよくタンスとかに収納するときにハンガーにかけると思うんですけどこうやって 大きめのバスタオルを肩肩にかけて保管するだけでカビを避けてくれるんです。あ、俺埃かと思ったらカビなんですね。ほー、タオルが吸ってくれます湿気を。そうかそうか、湿気を吸う役割なんですね。時々はタンスから取り出して風通しのいいとこであの湿気を逃がしてあげる。はははははは。特にタンスとかはあの湿気こもりやすいのでチェックしてまた戻す。この繰り返しです。 あとはまあさっき言ったそのウールの虫食いのために防虫剤ねはいはい最後のその皮の効果はい硬くなるのを防ぐといった意味でこういうコンディショニングクリームですね要は捕獲油これはバズリクソンズがオリジナルでも出してるんですねはいはいこれを素手でこうやって皮の状態をこう確かめながらちょっとここは 乾いててるる感じがしてるところそうです、ね、乾いちゃって硬化するとそこからこう裂けちゃったり割れちゃったりとかしますのでねありますもんねあとはちょっとヴィンテージ感を狙いたいんであれば、はい、まあシーズン1回ぐらいのこの手入れで、まあ、割とかさついた表情なんかもこうヴィンテージテイストになりやすいやりすぎず程よく、はい、そ,うそうですね,でですねハンガーにかける時は、えー、やはりレザージャケットってまあまあな重力感ありますので,そうですよねこんなふうに太いハンガーがない場合 こういう細いハンガーを3つ束ねて肩にかければ、はい、特に松嶋さんが着ているこういうムートン製のジャケットはちょっと繊維質が違うんですね、えーえー、ですのでこれこそ本当に太めのハンガーそうですよね、はい、実は僕もすっごいぶっといのを某東急ハンズで見つけてきて。えー 使ってますよ。あ本当ですか。原骨ぐらい肩があるやつ使ってます。あとムートンはほこりとかが毛先に溜まったりあの汚れてたりもするんですよ。はいそういう時はこうやってブラシでほこりをちょっと取って取る感じでブラッシングするというあれですね B10 とか B15 系みたいな襟にムートンが付いてるジャケットとかにもいろいろあるじゃないですか。G1 なんかもそうですけど。ああいうのも同じですね。これであとはムートンっていうのはご存知のように。 全,く全部ウールなんですね言われてみれば羊、はい、羊毛ですからねですからこれもねやはりあの防虫剤虫食いい起こるんですすかはい、起きますじゃあもう保管する時はこれも、はい、同じように防虫剤をかけてっていうことなんですね、はい、やはりこれ,これもあと皮なのでえいえいえ防湿剤 はいはい,はいはいはい。さっきの映像と同じですね。じも防湿剤防虫剤は保管の時に。はい、あと太いハンガーですか。そうです。これはもう三点セットで。そうです。一着に揃えた方がいいですね。すはい。はい。今度は。布。とナイロン。はい、これもタンカースもご存知のように裏。裏地は。地これウールですもんね。はい、はいで。インターミディエイトゾーンの m ムエもコットンとウールのパイル。 中ですね。はいでリブもこれもウール100です。こちらもはいま表側これコットンですし、縮む素材を多用してるんですね。ウールなんかがそうか、はい、縮んじゃうんですね。ですから、クリーニングとか水洗いとかしてしまうとサイズ感が縮んでしまったりです。とか、コルトが縮んでしまったりするので、そこはもう汚れた部分だけ。こういう中性洗剤。これ水に溶いてですね。タオルでこうやって叩く。よ 汚れた部分をはいてきたら今度拭き取るというケアの仕方ですこ、ね、れもお手軽ですけ、ね、ど、はい、基本部があんまりメンテナンスしてないんで、ええ、確かにそういうふうにすることでちょっとついちゃったシミがまあまあそのさっきの A2 でも触れたんですけどちょっとぐらいの汚れの方がまあがビンテージ感を狙うんであれば雰囲気は出ますよね<ふい> <laughs> そうですよね新品なんかよりもやっぱりフライトジャケットってあの着用していったほどがどんどんかっこよくなりますから、ええまあ、確かに。 えっとナイロンは同じでいいですか？同じですはいナイロンも同じです。そっかドライクリーニングとかっていうのもよくないですね。そうなんです。他のモデルでよくエアホースマークはいこうプリントしちゃったりあの転写しちゃったりするのがあるんですけどもそういうのがもう全部落ちてしまうんですね。おおそれは知らなかった。はいだからまあ基本的にはクリーニングはダメ丸洗いもダメ。丸洗いもダメ。はい汚れた部分だけはい丁寧にそうです。保管は これはできれば太めのハンガー太めのハンガーで肩が抜けない、はい、やはりあの、まあ、これはリブがウールなのではい、はい、防虫剤はやっぱり必要ですね穴開いちゃうんですよ、はい、ほっとくと虫っていうのはいい素材しか食わないらしいですからねはい大好きですあの<え>上質なウールなそうなんですよね、はい、それは気をつけないといけないやつなんですほ、はい、本当に今教えてもらったのってもう全然 あもうすぐ家にあるものとか薬局行けばなんとかなるものとか、ね、あとこのねレザーのコンディショニングクリームですか、はい、ファズリックさンズからてこんなのさえ持っとけば、はい、これからこれも外のシーズン皆さんどう収納しようなんて考えてる人も多いかと思うんで,す、はい、でこれはそういうことであの来シーズンも<え>あのベストコンディションでかっこよくヘッドセットける切れますからか出した時にうわっっていうの嫌ですもんねいはい、はい、ありがとうございます それでは、はい、今日の講義はこの辺りで、失礼します。はい、ありがとうございます。